第39期鳳凰戦 A2 リーグ司会実況の小笠原直です。解説は引き続き井出康平プロが務めます。井出プロ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それでは対局へと参りましょう。鳳凰戦 A2 リーグ第1節4回戦、統廃の開始です。それでは最終戦開始してください。立ち合いに吉田正の合図によって最終戦が開始されます。ちいちゃから百野、なんちゃ三浦、シャーチャ瀬戸熊、ペーチャ猿川の並びです。ドラが言いそう。さあ、大雪でたくも最終戦を迎えました。まずは今日苦しい一日の客のポイント状況もご覧ください。3回終えてマイナス 62.2 ですって。もうおこですね。おこ。でも最後はラスを受け入れた構えでしたね。うん。まあやっぱり長いね。1年間の一半ちゃんなんで。はい。そこもがいてね、無駄な失点してもしょうがないっていう、少しずつポイントを戻していこうと。そうですよ。まあやることやったらね、はい、それが必ず勝ちに結びつくとは限らないんで、はい、長期スパンで見ればね、しっかり結果が残るかもしれないですけど、はい、半ちゃん単位じゃやっぱり。じゃあこれマイナス最小結構70、80とかスタートしても、まあ11節あるんで、まだまだ上見て戦って。まあだから今日ね、一日振り返ったときに、いやあそこはああした方が良かったかなっていうことが特になければね、ああついてなかったなっていう結論でいいと思いますよ。はい。さあ手配状況は三浦がドラが統一です。そしてこちら瀬戸熊ゼロメンツとなっていますが3色が猿川の形がジャントのないリャンシャンテンです。今のもチーピン切るんですね。はい。チーピン以外の選択は。いや普通に自敗どっちか1個切るか9万切ってもいいかなと思ったんですけど、9万とかでもいいですよね。これね、一通とか見てるんですか。違いそうですけどね。まあやっぱりジャントがないんで、はい、チーピンっていう牌が無駄な牌になるかなっていうところかな。さあ瀬戸熊が徐々に手を進めていきますが、今の統一落としです。いいピンじゃなくていいマン。はい、今のもいいピンでよくないですか。なんでなんですか。わかりません。ちょっと親の現物は残しておきたいとかですかね。どうなんでしょう。でもこれまあ日頃の3色のリャンシャンテンになりました。すごいっすね。そしてドラがあんこの三浦です。形も十分いいシャンテン。いいピン残したいんですね。はい。いいシャンテンになった瀬戸熊も勝負手、そして猿川が全員勝負手になりました。勝負手になりました。いいシャンテン、はい、全員シャンテン。圧倒的な広さは係長。係長は打点もあります。はい。うわここも9ピン。はい、はい、いらない。やってないと。うん。四頃の三色一本で。一日三もあるし、なんだこれ。むずい。うお打点。ちゃんと探しと。打点見てますこの人。井出さんすっぴんじゃないんですか。僕いいピン切りそう。そうなんですね。ドラがあるからですよ。ドラが1個あるからさすがにっていう感じですけど、ドラが1個もなかったら同じすっぴんになると思うんですけどね。マリアン反逆狙ってすごいな。3ピンがここに3枚です。リャンピン1枚、リャンピンはゼロでした。月の強い形、小さく残しました。だけど、ソースの上結構カラッカラなんですよね。この選択はどうなるか。どうでしょう。サルカンも。力が入るはいいシャンテン。逆のもくっつきの形、いいシャンテン。難しい、山の方かな。だとすると。つもぎりでした。リャンソー2枚切れ。リャンマーは1枚切られています。係長、こんなに広いのにいいシャンテン。今なんて言いました。係長って言いました。係長って言いました。そこまで噛んでないですまだ。逆のはそろそろいいんじゃないですか。これねウーピン残しとくとリャンマンのチーテインタイヤを取れたかもしれないですよね。はい、取れましたね。ね。ソーズの上いいな。嘘引いたら嬉しいな。来い。嘘引いたら嬉しいな。あ9層。まあでもリーチでしょう。リーチはリーチでしょう。はい。いや見て。今日はもう受け入れてるね。はい、パーソ4枚目。わあ急ぎリリーチだ。そしてくるドラギリリーチだけど実はドラドラ。そう、実は向こうからこれは痺れるね。ちょっと分かりづらいか。おー、テンパイだ。カンウーピンテンパイはしごろは崩れました。セットコマです。サブローピン対カンウーピン。3色はカンニャンピンはゼロ。ゼロ、そうだ、瀬戸熊さんがあれだ。でも瀬戸熊さん分かんなくないですか。何がですか。リャンピン出る可能性はありますよね。ありますね、現物ですね。これ変にどうなったらリャンピン出るんだろう。これ、あ、これは数ピンで大丈夫だ。はい。もうこれでリャンピン出ないですね。ウッパーピンです。となると、はい、サブローピンもかなり薄いですよね。サブローピンも薄い。だってこの前持ってますよ。ローピンゼロでした。積もったこの人。そして客の闇点からのつま上がり。パーソーゼロの中、予想のつま上がり。全員テンパイの上がりを決めたのはなんということでした。今の形見ると、猿川さんは、うわ、俺の二山かとか思うかもしれない。リャンピンがですね。はい。まあ瀬戸熊さん最終手出し E ピンだったんで、あ、じゃあリャンピンちゃんとのケースありますね。はい。瀬戸熊さんかな。瀬戸熊さんだね。E ピンの時点でね。もう客のさん上がる未来は想像あんまりしてなかったですけどね。そうですね。3回戦のあの闇天のオーラスの上がり、ここに今生きてきたんじゃないですか。そういうの気にします、井出さん。あんましなそうです。あんましないです。前のハンちゃんは前のハンちゃんっていう感覚があります。一つ一つで。じゃあ席とかもあんま気にしない。席は超気にします。なんでですか。それは前回この人こうだったなとか超気にします。でその人に合ったように牌が来るんじゃないかとか。そう。だからあの人俺と打ち方全然違うんだよなと思って。その人いい結果の後座ると嫌な予感しかしないですね。その人不入党かなとか考えたりする。それはない、それはない。もうそれこそもう迷子になっちゃうから。私よく迷子になってます。なりますよね。ドラ引き三浦。もうそれはね、受け入れようって思います。はい、それからドラ1ペンサンスを引きましたリャンシャンテンです。そしてキャクノがドラ1で、ね、まだまだ時間ありますから。大連チャン。今でもドランコの手牌に上がりたかったですね。上がりたかったです、三浦さん。ねえ、周りからするとね、打点とか分かりづらいですけどね。ドイツが4組になりましたキャクノ。カンチーピンを引いた三浦です。ジャンとなし。瀬戸熊仕掛け出しがあるでしょうか。ポンテンの形ですがドラが出ていってしまいます。こういう手でも取らなそう、はい、どうなんだろう。取らなそう、あ、ポンせず。まあ打点上昇は見込めますもんね、一応。打点上昇を見込めるし。はい。あの人はこういうところでエネルギーを使わないイメージしかないですもんね。エネルギー論としては、あ、じゃあこれで初発はやりすぎ。いやいや、リャンピンが2枚切れてるんで、とりあえずリャンピン切ってやめてんで。次はポンするんですか。いや、しない、もうしないんじゃないですか。井出さんだとどうなってるんですか今。僕ポンテの感じそう取ってそうです。はい。なんか特に客野君の親だと、はい、あ、これでシャンポンにして、でも初発もありますよ。お、リーチまで行きました。3層の方を切って、パーソート初のシャンポン待ち。打点は十分。初発もありましたけどね。ありましたね。まあ、初引いた時に、まあ、2000、4000レベルですもんね。うん。確かに、打点はもうめちゃめちゃ上がりましたね。まっすぐ行くか、これ。はい、パーマン。まっすぐすぎます。あ、行きました。ちょっと怖がってましたけどね。はい。係長でも怖がることあるんだ。初来た、でも打たないこの人は。猿川。そして客野が粘る。追い込めるか。親も来ました。打点はどこが高い。猿川の初は出ないんですか。ね、これは出ないでしょうね。もう三層切ったぐらいですから出ないでしょうね。はい、テンパイスッチーマン。客野がまた勝つんじゃないですか。また蹴るかな。さあこれ難しい。チーピンパーピンっていう手もあるし、安全にチーピンパーピンになりそうですけどね。9層は9層はやりすぎかな、はい、チーピンパーピンになりそうだな。おお、マジ一緒だ。9層だ。マジ強気の三浦。9ピン振り点だよ。本当だ。第1弾に切っています。すごいね。はい。親も警戒したんですかね、チーピンパーピンで通る保証がないよみたいな。うん、そういうことですか。どうなんでしょう。いや、これすごいね、強いわ。はい。井出さんならチーピンパーピン。僕チーピンパーピン以外ないですね。リャンスいけんのか。行きました、客の。親も確実に来ています。いやー、親だ。どうしようどうしようどうしよう。でもうまくいったじゃないですか、テンパイサブロワン。本当だ。うわ、すごいこれ。パーソ切って。そう、これ勝負でしょ。はい。ただ嘘を切るか悩んでるのね。嘘の方にしました。嘘の方でした。でしかも闇手にしましたね。はい。現物なんですか。現物です。うん、サブロワン薄いですね。薄い。でもロワンとか危ない。ええ。3枚1枚。うわ、来てる。トランスファーフピン。いく。三浦も攻めの姿勢を崩していません。ローマン、猿川さん、この後どうなる。ローマン出るのか。ちょっと考えずに、でもまだいっぱいありそうだな、猿川さん。じゃあローマンが出る未来はまだ遠いか。まあ言いそうもあるしね。はい。なんでもまだ全然ある。サブローマンも出なくなっちゃった。猿川さんのところにしか上がり牌が来ないよ。数万ローマン。九州です。パーソってどうなんですか。パーソもゼロですね。瀬戸熊の町はゼロ。ああ、出ました。数万が。2900、3200。さあ、乗ってきたよ。いや、これすごいわ。はい。なんですか。三浦さんの選択はすごいわ。メンタル強いわ。急走切りがですか。いや、あの時まだ筋にもなって無筋ですよね。無筋だったと思います。ね。急走は無筋です。客野さんは来てましたけどね。無筋だし。振り点だし。振り点だし。で、片よ。ね、3枚壁の現物。その選択もありましたね、その後。ね。まあそこは結構嘘行きやすいですよね。今のはリャンソを取ってるパターン。客野さんが通してくれたんでしたっけ。そうそうそう。はい。直前でリャンソが切れての。それがなかったらパーソ切ってましたかね。ですね。そしたらロンですもんね。昔灘前会長がね。はいはい。カミソリ灘さん。全筋通ってないのに。はい。確か3と6だったかな、はい、選ぶやつで、はい、どっち切ってもテンパイなんですよ、はい、3と6、うん、筋で3と6そう同じ色ので9ピン9サブロピンなんだけど、はい、9ピン通ってなかったんですよ、はい、でこれ3ピン宝珠だと思ってリーチに対して見てたら、6、9ピン通ってないのに、はい、で6、9ピンが通る捨て牌でもないのに、はい、ローピンバーンいって3ピンの宝珠回避したんですよ。なんでなんですか。で俺それ聞いたんですよ、はい、あれなんでローピン切れたんですかって言ったら、あの体勢で親が真ん中で待ってるわけないって言うんですよ。何それ難しいです。ちょっとあの体勢で、はい、町がまともなわけないから危ないのは端っこなんだよと。で確かにリーチ打ったのが、はい、実は森山会長で。はい、ペン3ピンの本当親のくだらない押さえつけのリーチだったんですよ。あ、これ3ピン宝珠ですねなんて言ってたら回避しちゃって「みたいな。それは今までの経験則だったりが生きてるってことですよね。そうでしょうと思って。それ実践できます？いや怖くてできない。できないですよね。それで6級ピンロンって言われた時の、はい、ちょっとなんて言うんだろう、思い込み加減。はい、映像ってことですもんね。映像でしたよ。なかなかいけないですよね。いけない。あの体勢で親がまともな町なわけがないって言われた時に、はい、すげえと思って。いや本当に、いや感覚ではそういう時あるんですよ。井出さんもそういうのを感じる派なんですね。感じる。あ、押さえつけっぽいなと思うと端っこの愚形っぽいなとか思うんだけど、はい、でも6級ピンと否定する根拠ねえしなとか思うと、はい、なんかそういうのが頭よぎっても冷静に「いや普通に言うと」とか思っちゃいますよね。イースマンテンパイ、はい、ありがとうございます。瀬戸熊がテンパイを入れました。ピンフのテンパイはイースマンです。百野さんがチートイツは見ません。これ映像がはい戻った。あ、失礼しました。一数万待ち。イーマンが残り2枚。これで9ピン切ってイーペーコンもできてリーチまで行きました。リーチ行きましたね。打点上昇をして瀬戸熊がリーチまで。待ちは変わらず一数万にしています。確定イーペーコンとですね。はい、リーチピンフイーペーコンを高め単用。高めもなんかね景色は悪くなさそうに見えますもんね。はい、実際は数万が1枚あります。あれ三浦さんがなんか育ってますよ。ね育ってるんですよ。うん、ただドラの発がちょっと気になるところですね。開くのはなかなか厳しいか。うん、ああ文句なし。自らトン重ねてバーソー筋。自ら重ねてペー発スソ。ここにペー。ペー完しません。ペーは出ないまだね。ペー出なさそうですね。猿川さんまた受けてるから。受け切れます？どうでしょうか。どうですかね。その前に数万の上がりがあるか。あ、ちょっと。ペー打ちそう。はい、打ってもおかしくない手形になってきました。ペーが出る。ポンだ。ポンして三浦が応戦は初と数そのシャンポン待ち打点は十分。この後運送とか現物、ああ12000瀬戸熊大物手に捕まりました。三浦の上がり猿川さんのペイがいやでも出る形になっちゃいましたからね。もう一発ローアンドが完全安牌ですよね。そっか、じゃあやめるもあ、うん、やめる牌はあったんですね。ローアンドが短期が当たんないですからね。死神の一打で今のペー猿川が選んだ感じ。瀬戸熊さんもああなっちゃうとリーチになる判断が強くなりそうですもんね。打点的にもだって普通ですよね。はい、ただ激痛でした。三浦は本日ね意識している選手瀬戸熊プロと同じ舞台で戦えるのがとても嬉しいと言っていました。その瀬戸熊から1万2000上がって迎える親番気持ちはどうでしょう。めちゃくちゃ定位も、はい、係長猿川単陽系とりあえず9万打って完成。今って日本馬でしたかね。客野さんが日本馬じゃないかな。日本馬ですね、失礼しました。さあ瀬戸熊さんがこの4回戦に来て1万1700点と、さあ三浦が VP の暗冠です。暗冠入ってリーシャンテン両面両面でもここからの戦いもやっぱ楽しみですね。瀬戸熊さんのどういう思考になってくるのかとかすごく楽しみです。ここからがある意味ね非常に重要ですよね。はい。リャンウソロキュソ3ピン切りです。いや今日ほとんどなんかこう、ねいい感じにバッチし、はい、ハマってたのが、はい、やっぱりこの4回戦で全部なくなっちゃうかもしれないって思うと、井出さんから見ててどうなんですか。3、4回戦で瀬戸熊さんの変わった部分って感じました？いや全然感じないですよ。感じないですよね。はい、でも3回戦が3着で今現状は4着の位置に。ただ換算層の3色をね、はい、空振った初が取られて、つもぎりリーチでありましたね。あの辺からなんかちょっとありましたわ。分岐があったような気がする。なんかどこかなって考えるとあそこになるのかもしれないですね。僕がもし瀬戸熊さんの立場だったら、はい、あそこがどうだったかなって闇天続行だったかなっていうのをすごい強く考えちゃうかな。さあどっちはつもつか。ピンズの本質がいる一応っぽい人がいる。ただドラが1ピンということで。ここは一数ピン固定でした。数ピンは場に1枚目。六級層が弱いんでね。はい。確かに頼りないですね。だから一応ここは3層も切れなかったと。はい。チーソパーソをくっついた時に、6級層はジャントの方に変化させておきたいと、はい、そういう思いで相当厚く持っていますが、洗濯物でも徐々に育ってきました。本一イシャンテンですもんね。つもぎりでしょう。はい、ドラのつもぎりです。逆のがピンズの本一、そして猿川はイシャンテン。合わせないか。トンペイ発。いやこれ。本一チートイツ逆のがイシャンテン。うわテンパっちゃったよ。追い抜いちゃった。え？いやだって。追い抜いちゃった。だってめっちゃ速いイシャンテンだったのに。一手代わり三暗号などもあります。追い抜いちゃった。追い抜いちゃいました。まだテンパらない。これあんま目立ってないですかね、瀬戸熊さん。結構な目立ちだと思います。ミスる？いや、カンローアンにしてトンポンの待ち替えじゃないですか。アマンは場に2枚見えていました。ローマンは親の現物。さあドラが続々と見えていき、逆のドラ重なりはなくなってシャータンキー、こちらも表。いや瀬戸熊さんがあんこです。シャーがあんこ。となると、でも逆のも降りれない。まあ町は帰れますからね。帰れますね。何がいいかな。白。三品はダメだね。ローマンある？いいピンってもう待てないじゃん。絶対に。あ、待ち替えです。サブローマントン。ねえ。あ、いやサブローマンだけじゃないですか。あ、ごめんなさい。飛んで上がると事件でした。サブローマンです。ちゃちゃと入れてきましたよ。すごいな。まだ頑張る。うん。あ、瀬戸熊さんが名本にあんま見えてないのかもしれないですね。そうかもしれないですね。変えた、白に変えた。お、白短期。これは正解。これ3万当たり牌。か。6400。瀬戸熊が取り返す形となりました。はい、6400です。ペン3枚に取れます。あれ、上がりましたね。少し取り返して12000分を。やっぱり名本に見えづらかったですよね。はい、捨て牌はそんなに目立っていなかったでしょうか。ようがようなら今猿川さんも危なかったですね。あの形で報じはちょっと嫌ですね。ドラがちゃん。迎えた親番。気持ちを落ち着かせて第一打は。急走から猿川一メンツです。やっぱ今日いいんでしょうね、はい、あれ1番にするった後に64ちゃんと入るあたりは、はい、今日はそんな悪くないんでしょうね。なんか誰かから聞いた話なんですけど、せめて打ち込んだ牌はこうまだ上り調子だみたいなのを話聞きますけど、そうですよね。決してなんかてんこちゃんこして補充したあれじゃないですからね。まあ、せめてのリーチからのでしたよね。でも俺目に見えてたんでね、俺もし瀬戸熊さんたちを育てたらペイ切りやがってっつって、猿川さんに「切ってんだよペイ」とかっつって怖いちょっとおこなんですね。入ってくんなよと、だらっと切ったんじゃねえのかとか手見せてみろ、そう思いますよね。今の俺の体勢がつかむわけねえだろうとかっつって、なんかおかしいことしたろっつって瀬戸熊さんそういうのなんか思わなそうですけど。そうっすか。あ、意外に思ってます。なんか今日の俺1万2000打つんだみたいな思いそうじゃないですか。はい、まあ意外な展開ではありましたよね。この椅子も上がれないで俺ドラ持ってきて補充しちゃうのみたいな。まあ、ペイがね一気に場を動かしたみたいなのを感じましたからね。さあ逆のもイーシャンテンです。ペイ3ピンとカンウンは形は不十分、打点も不十分の逆の三浦はマンズが詰まってきていつも見えてきました。まだ欲しがるチューン。はい、ドラは1枚切れています。三浦も一通のイーシャンテン。イーシャンテンが広がります。数ピン引きでチューンでしょうね。はい、まだいつも見えますか。普通は結構必要不可欠っぽいですよね。あ、いい手代わりなんじゃないですか、はい、これは。これは地層残しがね、はい、うまくいきましたね。こういう急走引きって。あ、でも急走カラッカラになっちゃってますよ。ローソーさんもう全見え。でも急走は三山ですね。うん。いいシャンテン。差し子の三色いいシャンテン。あ、でもまあいい。これで数層も補える。はい。猿川が攻めやすい手形になっています。急走切られる。急走が続々と。あのこれチーするんじゃないかな。ね、チー点取りますね。はい、チーして一スチーマンですが、スチーマンでしか上がれません。まあこれは打点かなり見えてますからね。みんな対応することはほとんどないでしょうね。安いってことですね。ええ。このパターンは。あ、三浦君のパワン食い取った。抜かれるはやってない。一通確定のパワン抜かれるはやってない。あ、客野君逆にテンパ入れた。3ピン入れたけど、カンはお役なし。いや、このカンパワン抜かれるのしびれますね。9万にします。いやー、ピン切って。はい。強くいきましたね。3万が当たり牌になってくるのか。乱走も遅くなってますかね。ちょっとこのさんの欲しい牌。あ、急走入ってた。あらららら。最後ぐらいの急走が入ってたわけですね。うん、町は一スチーマン、スチーマンです。さあ、でもこれカンパーマン抜いてんのはでかいっすよね。はい、めちゃくちゃ大きいです。カンパーマン抜いて。シャーチャか、客野さんは。うん、おお、えらいえらい、当たりですからね。本当だ、えらい、めちゃくちゃえらい。はい、1000点も献上してあげないんだね。はい、いや、こういうのが光ってます、客の。いや、わかんないよ、これいいか悪いか。法事に回った方がまだ。うん、これ瀬戸熊さん来てね、は切りやすい。トンから強くいきました。このトンを三浦がポンして、連敗はスッチーピン待ち。そう、小型2人がこうやって頑張ってくれて、はい、この局面でやっぱり伊達見えてますからね。スッチーピンが先手、しっかり。三浦の上がりは、はい、トン1000点です。客野さんがこらえてね、三浦の上がりを取りました。まあカンパは抜かれてますからね。はい、しっかりしてますよね。うわ、めちゃくちゃいいよ。めちゃくちゃいい。なんだこれ。言っていい？いじり下回るのか。箱からいきます。この箱をポンした客の。リアンハン役もいますか？うん、痛くなりますよね。ポンだから。ポン。ポン。現状はうまく進んでいます。まあこういうの難しいですよね。はい、もう白トンっていった猿川さんどう見るかじゃないですか。はい、やる気十分に感じます。やる気十分はもう間違いないわけですよね。うん、こういう時にのんびり本一行っていいもんなのか。わかります。多分性格的にしかもこれソーズ持ってきたって全部無視されそうじゃないですか。ゴリゴリきそうです。ね。まあその分自分の上がりもね、早くはなっているんでしょうけども。怖いですよね。非常に難しいですよ、こういうの。はい、だけど安いアピールをしてしまうとね。うわ、ドラ引いた。井出さんはこういうのどうするんですか。でも泣きますよね、泣きます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 。もう寄せるか寄せないかですけど。まあ、難しいよな。はい、もうちょっと形がね。いや、どの道無視されるんだったら。スピード感出してもいいかなって、ちょっと。じゃあ自敗切っていくんですか。可能性ありますね。シャアを重ねた三浦はシャーチャ。関数門が入ったのは瀬戸熊です。これでいいシャンテン。数ピン入ればピンフです。これで両面のいいシャンテンになりました。ピンズの方行きましたね。ピンズめっちゃいいんだけど、はい、やっぱりちょっとリスペクト余らせた。あ、いいんじゃないですか。そう、これは効力あるんですよね。これができると効力あるんですよ。確かにこういった選択が生まれた時にこれで猿川さんに多少なりとも少しプレッシャーをかけれるなとは思うんですよね。だからやっぱり本一にした方がいいのかもしれないですね。ノンプレッシャーよりは、うん、だけどタイミングが遅れたらもう本当ピエロですからね。あ、お見事、トラギロッケマン PF です。これ猿川さんって蹴れたら大きいっすよね。はい、瀬戸コアテンパイ PF 三脚のもきたイーシャンテンロッケマンバニーは3枚目。こちらもイーシャンテン、もうスーソー切りたくないんだね。何も何は切れるのか、今スーソー切りたくないんだ。どうするかですよね、シャアが出た時に。やくやく本一打ちたくねえなってことだ。さすがに急走難はちょっとテンパイっぽく見えるかな。逆のがですね、これよ、これで E1E1 か、あ、ドラか、これドラです。シャッシャーっていくんじゃないですか。相続つけていった、強気。まあシャア1枚あるでしょうと。すごい、シャアEマンも1枚切られています。キューピー無筋瀬戸熊が黙々と押しています。おお、テンパイだ、チーだ。いっそ。チーですね。さあ、4人テンパイに。ペン酸素。ペン酸素、イースーソー。シャイーマン。あ、いそうだ。親番の猿川の上がりとなりました。ピーフドラ1の闇点です。2900。猿川が上がりとなりました。三浦さんはね、強くリーチに行きましたよね。雨はかなり見積もっていました。ああいう選択ってやっぱ人によって変わるんだなと思いますね。いや、ドラドラあるけど、はい、ちょっと勝負手っていうか見合わなくなってきたなっていうふうに今見えちゃったんで、客野さんのあの動きでね。で、自分の待ち取りもほら、結局は客野さんのとこに行くか、うん、自分のとこに来ないと打たれる保証もない牌じゃないですか。そうですね。だからまあ想像ね、うん、使い切ってやろうっていう感じで結構シャーシャーって言ってテンパイ取らずしそうだなと思って見せたんですけど、はい、まあ打点では勝負になりますけどね。うん。ランシャン点です。そうだけど、もう相手もね、ドラがなくても8000濃厚みたいになってくると、ちょっと嫌だなっていうか、見合ってないかなって思っちゃうかな、僕は。やくやく本一。まあでも中身テンパってないこともありますからね、今みたいに。でも打ってるとなかなか思えないですけどね。さあ、いい変化を生んでいます瀬戸熊、いいシャンテン両面です。バースを引っ張っていますね。6チッパー、6チッパーもそうだし、はい、一応まあ手の変化増やしてもいいかなと。6Q1 がね、単用確定じゃないんでね。ああ、じゃあチーマンパンマン縦引きとか、まあ完治層引いてね、はい、頭なくなった状態でも、はい、チーマンパワーはね、単品確定で、まあ言うてもどこまでパース引っ張るかじゃないですか、そのうちもね、次の安全杯あたりでは切りたくなってきます、お別れの時が来るかもしれません。はいバースは三浦には現物です。さあ、いいシャンテン。ドラドラいいシャンテン。うん。なんちゃで難を切っていきます。さあ、こちらもいいシャンテンになった三浦。皆さん、形が十分に。これですよ。うん。両面のいいシャンテン。これもうつもぎるんだったら、あれでよかったんじゃないかなって、パーソーで。先に。ポンテン取れますからね。そうですね、単用で。はい。ポンテンの仕掛けが効きますが。こういうところね、なんか瀬戸熊さんってオリジナルなんですよね。はい、安全度的になんでしょうか。どうなんですかね。G1 の両面 G からのイーソーポンの発進は猿川、イーシャンテンで初の後付けです。好きだよねこういうのあのねなんですか、好きだよね。エネルギーめっちゃ使ってません猿川さん、いやこのパターンで高い手の時の猿さんとあんま見たことないんですよね。くだらないからできるんでしょうね。打点がなくて、打点がなくてどうでもいいからみたいな、そう上がり逃し別にしてもいいやって思うからできるんで、はい、結構この仕掛け見るときは瀬戸駒 PF の上がりです。全は1300。まあ安い時多いですよね。なんか普通両面地位の発信は高いケース多いですよと変わったんですけど、猿川さんはちょっと違うんですね。いやあれイーソーポンからの両面地位はちょっと打点分かりづらいですけど、はい、両面地位からのあのイーソーポンはもう高いケースほとんどないんですよね。猿川さんは。あれが瀬戸熊さんの仕掛けとかだったらまた違うわけですか。瀬戸熊さんはねそういうことしないんでね。はい。一回のフリテンチがありましたね。両面のデッドランコのありました。あれはもうあれじゃないですか。純粋に誰かを騙そうとかじゃなくて、はい、本気で上がりたい。はい、上がりたい。スッチーピンのアンコあれが並んじゃってメンツが並んで。さあ乱入となりました。最終戦です。でもまあ今日のメンバーはね、はい、その客野さんとか三浦さんっていうのは敏感に対応するタイプなんで、意図的にやってる可能性ありますよね、猿川さんもね。その対応にメリハリがあるんで、本当このメンバーだとああいう仕掛けって本当ソナー的な役割としてはすごい有効なメンバーですよね。で来る人は手入ってる。で来なければしっかり来ない。分かりやすい局面になりやすいメンバーですよね。しっかりしてるがゆえにね、みんな。確かに泣いても周りが来るならやっぱ引いてとかしっかりしてますもんね。俺こうしました、あなたたちどうしますか、はい、問いかけてまだ来てんの、じゃあなんかあるねはい。ドラドラの客野が仕掛けを入れていきました。トンのボン現在難波です。親玉上がりたいよね、はい、客野さんは本日マイナス 62.2、 現在はトップ目ですがまだまだポイントが欲しい。多分持ってますよ。頼むからいいピン早く食わしてくれくれいいピンを早く食わしてくれ。オッケーはフィニッシュで、心の底からそう思ってると思う。なんならいいよ6球は目引いてくれ。地層ではないですね、そこは。そこはまだ今の客野さんに強欲すぎるんで、はい、多分地層のことなんか頭にないと思いますよ。はい、多分チーズを引いたらびっくりしすぎて2秒ぐらい止まるんじゃないかなロンって言えないかもそうEP チーズを6件はここでね、はい、本当に思うよね。早くお願いだから EP 浅いとこいてって。後半だったらみんな受けて、ああもう嫌ですね。瀬戸熊さんにとりあえずなんかな鳥なんでした。これで小3限もまだ見てますか？やるとき第3弦行くときはドラ切んなきゃいけないですよこれ。チソパソ？そう。でも種ができれば行くんじゃないですか。ねえ行っちゃったらこれ12000のチャンスだよ。ええ。いやこの E ピンも何止められちゃうの？嘘だ。止めるはないでしょ。だから順番でしょ要は。お堅い。嘘これやめてるよね。お堅い。でもこれもあなたが出るなら僕はいいですよ、ステイしますよってことですか？今のって何お茶濁してるパワーじゃないよね。完全にすいませんさよならっていう感じですよね。ほら気持ち悪いんだけどこれ。気配が泣かせてもらえない。これすら泣かしてもらえない。ちゃんたに見えんのか。誰がですか？客野君が。まあちょっとおかしいですね。1、2打3打。切り出し的に端っこのションパイは関連パイだろうと。ピンとバッチリ合ってるんですけど。でパワー1は泣いてない。すごい見え方が手出し1回だもんね。まだ。きた。カン。これはカンそうですね。急走の暗冠は70分。食わせるわけにいかないしね。猿川ペーチャでイーシャンテン。瀬戸熊さんやる気なくなったな。急走がなくなったから。いやこれはお金や係長はこれはもう隙なしですよ。安定がすごい。業務遂行が半端じゃないよ。信用できますね。本当そうですね。信用できますね。お仕事任せて安心ですね。はい、こんなしっかりやってくれたら。逆野さんとしてはね、ちょっとぐらいいいじゃないと。ねえ。あらら、重ねもう、いや、あ、でも。逆に切ってくれないんですか、重ねても無理か。あ、いや、重なったことで可能性出ましたよね。未来は見えてきたかもしれませんが。ローピンの方を。同じ理由でローピンになるんじゃないかな。でも9ピンもポンされてない。そうでした。先切るってことか。もうロスを使い切るから、はい、あ、これで、あ、いい。でも両ピン最終手だし、どうなんでしょう。これペン3ピンの方が拾えたかもね。うん、これだからもう三浦君が降りてるって思えれば、はい、ペン3ピンの方が可能性あったかもしれないですよね。ここに3ピンが来ました。わあ、拾えたね。拾えたね、これね。井出さん、ペン3ピンにしてました。わかんないですね、座ってないと。いや、僕も欲張っていいピンいると思って。ただ、三浦君がやめてるってこと、やめる範囲何かあったってことになるんで、前提的にね。何なんだろうっていうことを考えると。いいピン止まるのっていうね。いや、すごいね。なかなか。さあ、論争の行方はどうでしょうか。論争残り1枚あります。逆のはイーピンとチーソーのシャンパン待ち。チーソー1枚ありますね。1枚います。これありません？ありますよね。でも本人はもうイーピンのことしか頭ないんで。はい、多分チーソーは本当に。切っちゃう。その切るまであるかもしれない。驚きすぎて。サルカンをイーシャンテンで耐えている。から切るか、さすがに。ね、から切りしましょう。から切りしましょう。はい。あ、ドラが小さそうなので、これはロッキュッソ継続です。はい、いやー、これ9万嫌だね。さすがに嫌ですね。でも完全にやめてないあたりがすごいな。はい、あ、これで9万が通ってしまうという一巡の差。今のは空切りに見えんな。でもじゃあ今のはつもぎりの方がいいですか。いやいやいや、どっちでも、うん、つもぎりの方がいいんじゃないかな。はい、ウッパワンリセットが結構薄くなるかな。あ、結構透けちゃいますかね。G11 枚手出しの Q1 つもぎりだとウッパワンはまだね残りそうだけど、これ G1Q1 両方手出しだとウッパーワンってなさそうに見えちゃうもんね。はい、おお、テンポ入れましたよ、そっちも。ね、感じそうで最後に見て、はい。これが配手でした。でも大きい、三浦君以外全員テンパイ。一曲です。いや、三浦さんの守備が光った一曲でしたけど、ね。いや、素晴らしいですよ。うん、これ芸術点高いですよ。はい、何点？いや、9点。うん、結構高い。うん、あれ、一ピンサクッと拾わないままね、終わってそうですけどね。ね。いや、あそこに座ってる人が。大半の人だったら、客も 5% 上がれてるでしょ。はい。お自然な流れでイーピン出てって、なんで三浦君のとこ行っちゃうんだよみたいな。守備力も高い選手です。係長すごいね。すごいです。おっかなくなってきたわ。麻雀歴はどれぐらいなんですかね。5万ってことはあれじゃないかな。やっぱり十何年もやってますよね。今36歳になったところですか。35歳になったのか。何歳だ。順当統一。ドラドラですよ、逆野さん。いいね、またシーソーがドラ。はい。ドラドラ。次こそは。シーソー1枚。瀬戸熊。メンツありません。猿川一メンツ。マンズ意識してますね。サルカーですか。はい。ローピンから行ったっていうことは。ええ。一気に寄せるか、それとも一通止まりか。ドラが小そうです。これは泣けますか。うわあ、嬉しいペンサビ。これはもうオール5でしょ。はい。まあ、三浦も5の手になってきます。はい。三浦君5でもあの EP 打たないんだからそうだった、相当ですよ。うわ痛い痛い、もう2と追っちゃったからこうなっちゃった。1と思えずやばいよ。はい、こういう時得てしてね、あのカンパースをすらも逃しちゃいけないって思わなきゃいけない時間ってあるからね、はい、引き締めてまいりましょう。だってやくやく泥だって 5% でしょ。十分です。客野さんもそれは重々に承知してそうですけど、みんなこのさ泣ける範囲がさ、係長のとこ行っちゃうんだよねいやまあ客野さんの思考としては何発で動かれたくないとかなんですか。客野さん、はい、何発こう持ってるのは重ねましたけど。重ねたよこれだから、さっきの3品も残しておくと、一応今チートドルドルの2ちゃん点なんですよ、はい、思いました。でも大事にしてますもんね、自敗を。いいシャンテンです。トンポンして初チュンチーソ、係長の本領発揮か。これは三浦さん切らないんじゃないですか。でもリサーシが見えてるのか三浦さん。はい、3万、いや1枚いくんじゃないかな。1枚いってポンされたらやめるんじゃないかな、もう。だからここで何を選べると、はい、いいんですよね。いいんですよ。これで何選べればいいんだけど、なんかチュンかトンのポンが入っています。あ、チュンの方だった。チュンでこれででも何が通るからね。はい、初チーソーのシャンポン待ちです。三浦もいいシャンテン、3色は崩れています。こうなると3役ドライ、あ、今2役ドライチは上がれたわけでしょ。はい、カンパソ。はい、でもその先にある未来が、ああ、その先にある12000ね、お高いかもしれません。いやもう初は打ってくんないかな。初は山に1枚、チーソーも1枚、あとは戦える選手いるか。瀬戸熊がいいシャンテン、猿川は現状猿川さんが初打たないと思うからもうね、はい、また打たないとこ行っちゃうんだもんね。百野さん、上がれるか。あ、これは打たなそうだね。こういうのがもう係長完璧だから。はい。まあわかんない。もう我慢効かないっつってさっき。いや、打たなそう。我慢効くのよ。安定してますよ。ね。あとは瀬戸熊さんがいけるかどうかですね。数ピンぐらいはいかない、いかない。9ピンでした。これで発がなくなっていますが、チーソーは山一。また山一。はい。そうね、だから。時間も結構ありますよ。これも今日のポイントの一連の流れなのかもしれないですよね。みんなまとめに入ってるってことなんですか。いや、客野君が1回戦、3回戦までの結果がマイナスがでかいんで。はい。やっぱ5%拾いづらいっていうかね。どうしても。ドラドラに従うっていう。ああ、客野さんの思考的にですね。でやっぱり役配を3つ重ねてしまって2つさらして3つ目で上がれるかっていうと、それはもう上がり率ぐんと下がるわけじゃないですか。ということは2役ドラドラあたりでもうお茶濁して横に伸ばす作業をちょっとしたかったわけですよ、本来。はい、急走の時ですよね。急走もそうだし3品もそうだと思うんですよ、ね。ああそうですね、チートイツの。そう、まあ、そうなると自敗1つは重ねてないですけども、分かんないかそれも。なくなっちゃった。でドラドラ瀬戸熊の攻め込みがあるか。ただもう順目が終盤、スーパーピン、スーピンパーピンゼロ。ただ牌の散らばり方があれですよね。何ですか。全員に行ってくれたんで、はいはい、全員とも行きづらいっていうね。ああ、じゃあいい作用ではあるんですね、客野さん的に。またこれも打ちづらい白がいったんで、一枚切れの。いやこれ発も見えてないですからね。はい、まあいいシャンテンですからね。もしパターンって言われたら48000とかありますからね。さすがに現物のリャンムを抜きました。逆の上がりはないんですが、ただ親番連チャンは濃厚です。一度 5% ね、上がりを逃している状況ではあるんでしょうか。トンチュンの仕掛けを入れています。トンカカン。がりたいと思いますよね。上がりたい。本当に上がりたいと思ってると思う。だけど周りのガードがきついよ今日。はい。いいピン止められちゃうんですもん。なかなかですよ。さあ配定は猿川まで来るでしょうか。あ、テンパっちゃった。瀬戸熊まででした。あれテンパっちゃったよ。初切ると換算ピン。絶対切らないか。あまりにも。振り点ですからね。はい、実際当たりです。っていうかもう上がりないのにね。嫌ですね。これをやってないです。それはないか。さすがに。はい、初当たり。百野の一人テンパイ流局です。親子の連チャン。ないとこは続きます。日本外。守備力と我慢強さが売りの百野直樹プロです。趣味は何なんですか？趣味はボードゲーム、そして音楽ゲームです。ゲームが好きなんですね。で、家には猫ちゃんがたくさんいますよね。はい。いつも SNS でこうツイッターで上げてますよ、猫ちゃん。あ、そうですか。はい。ムービーだったり写真を。やっぱ優しい人なんだな。はい。お家が結構な豪邸で、豪邸なの？多分ご実家なんですけど、はい、そこに猫ちゃんが野生の猫ちゃんだったりを餌あげたりとか招いて。ぜひうちの娘どうですかね。え、どういうことですか？旦那さんに、結構な年の差ありますけど。豪邸なんでしょう。お父さんも厄介になってどうでしょう。皆さんね、お邪魔するわけです。どうでしょう。いかがでしょうか、客野さん。猿川がすごい手ですね。ね。ペイチャですけども。もうパーピン切ってきましたもんね。はい、こちらです。でも泣いたら打点がもったいないですよね。泣く場所言いそうぐらいか。あそこから泣くってことはなさそうですね。はい、だからどっちにしろチュンかペイ重ねたいっていう。はい。その後ですね。ちょっと手配動いてきましたね、百野さんも。だいぶ。なんか戦える。形になってますよね。瀬戸熊さんがちょっと停滞しています。うわ、自力でいいさ、半分した。いいシャンテン。こうなるとね、短期待ちでもいいかな。いいですね。百野さんの速そう。ぶつかりそう。百野さんの速そう。川さんもなかなかやめてくれないから。ああ、バス引いちゃうと。ペータンキにしそうかな。ペーチャですよ。どっちも一枚切れです。ねえ。どっちもしかも親弦。はい。悩みなく転敗したいところですが。チュンは全員持ってるんだ。持ってました。みんな親に備えてるよ。どっちも親弦。どっちも親に備えてる。はい。仕頃になるか。逆の。差し子になった。じゃあこれでパーマン。あ、パーマンだった。どっちなんだろう。差し子なのかな、やっぱ差し子か。ローワンパワーの分か。はい。でも一緒だよな、サンワンパワーで。伊勢さんもリャンピンですか、今。そうですね、比較するのがそうか、ローソ一枚か。はい。完了も引きました。チュン出るんじゃないですか。ここでチュンでもおかしくありません。チュン切ってしまうと言い分しかない。安全度に不十分を感じると。差し子。これめっちゃ勝負ですよ。はい。めちゃくちゃ勝負です。パーマンとか引いたらもう8000までありますからね。パーマンは残り山に2枚です。いるの？います。闇天？パーマン引いたら。引いたら闇天になりそうですね。はい、誰が闇の1万8000に刺さるかですよ。地震でも間4県の町になってしまいますから。いらない。3層引いたらどっちで受けるんだろう。ドラ短期もあるってことですか？確定の。あるかもしれないですね。それならじゃあリーチなんですか？どうせ出ないみたいな感じで。いや、これで猿川さんが一枚打ったんで、打つなら闇点あるなっていう。はい、ペイが今これで2枚見えました。チュンも2枚。猿川さんがこれ名本のイーシャンテン以上っぽいですね。はい。まだ現状でも仕掛けはなさそうですかね、猿川さん。いや、もうイーシャンテンなんで。ウッパソ、イーシャンテンというか。猿川さん自身がね、はい、なんかもう泣きそうですけどね。順目的にも広くなったけどな。受け入れようかな。もう受け入れます？どうします？受け入れません。受け入れないね。リャンウーマンさほど悪くはなさそうですが。受け入れません。はい。今のしとくとね、仕頃もあるんですよね、一応ね。パンを切るとですか。じゃあ打点上昇はまだ見込みながら、受け入れ少し広く。あ、そっか、これ仕頃もあんだもんね。ほら、これカンチ今。あ、これは取りますか。リーチまで。リーチまであるんじゃないですか。はい、リーチ単野ドラです。カンチマン待ち、兵庫地杯でチーマン、残り山に1枚。復発と現物になっています、猿川。パーソンもうないんだもんね。はい。自身の目からも。しかも、嘘も重ねられちゃってほとんどないよね。嘘ゼロですね。じゃ、パーソンゼロだ。はい。じゃあ、厳しい。じゃあ、チーマンツモあるんじゃないですか。リーチタイヤをツモドラ。1枚。1枚だけいるんですか。どうでしょうか。猿川もこれウッパソの受け入れなくしてのテンポありそうですよね。ありますね。六級層引いたり、はい、三層引いた時六級層嘘にしそうだもんな。しかもあ、チーソ泣ける。泣ける。しかも超現物っぽい。どうやって泣くんですか。缶チーソで。ペンチーソで泣いて缶嘘にもできるのか。できますね。現物切って。そっちの方にしそうですか。そっちだと空なんだもんね、またね。そうでした。でもこれ嘘は持たれてる可能性ある切り順ですよ。え、どういうことですか。いや、客野さんの捨て牌が。三層は持たれてない。でしょう。はい。はい、だから、まあ、サブロス層は打てないんだけど。換三層にするんだったら。九層ね、ノーチャンスで。はい。しても良かったんじゃないかなと思いますけどね。これ嘘は固まられてもおかしくない切り順ですからね。注ぎリーチでジャントだったり、実際嘘統一です。そして瀬戸熊が詰まってしまったでしょうか。マンズ切れない。詰まってますね。でも猿川さんもじもじしてるからソーズ切れないし、切れないね。むずいです。むずいね。おお。マンを選びました。世が世なら当たりの牌ですよね。はい。リアウマンでね。はい。あ、でもパーワンが出てるから、パーワンがあるのか。ああ、通る牌があるってことですね。そうですね。うわ、なん掴んで、なんでやめた。残りツモがあと1回。一瞬だけのテンパイってこと。うら、3層やっぱ上がってた。でも。そっか。井出さん何も切ります？僕な、関西層にしてたら何切っちゃいそう。何切りますね。はい。じゃあ上がりですね。僕は上がり取られたと思いますね。さあ、客の2すべて通っていました。カンチーマン。さあ。客の連チャンは続きます。まあ、猿川さんが一番本人は今気づいてますよね。はい、今の酸素で。はい、多分自分だって酸素めっちゃいいと思ってたと思いますもん。あれ大事にいったってことなんですか。大事にいってテンパイ量でもいいかなっていう動きをしたんで、何も行きたくないになっちゃった。まあ、一貫してましたね。そう、上がりを取ろうとかじゃなくて、安全にテンパイ量でいいかという選択をしたがゆえに、何は。行きたくないなっていう気持ちを生んだんでしょうけどね。なんか昔のサルさんだったらペシャって言ってそうだね。はい。なんか瀬戸熊さんすごくなかったですか。8種ぐらいでしたね。8種か。カピングの方いついけるか。逆のGピン引きでなんか生き生きしてません。逆のさんの。急に来たねこれ。多分対局者もみんなを感じてるっぽいですね。はい、猿川さんは嫌ですよね。今のでまた連チャンさせちゃうっていう猿川ドラドラ。チュン重ねたシャア。シャアも統一の三浦。いや、これ客野さんいいっすよ。いいですね。めちゃくちゃいいよ。ほら。またメンタンピン。ね、またメンタンピン。メンタンピンとか上がってないもんな。井出さんですか。この間のリーグ戦。あれ、インパチ上がりましたよね。インパチ上がりました。上がってましたね。あれ、ヒロさんからか。はい。いや、ここは目いっぱい受けよう。目いっぱいというのはトン切りですね。切りましょう。逆のさん。大きいんじゃないですか。そんなテンパいらないよと。だからいきなり欲しがっちゃってるんですよ。多分だからさっきのチーソーとかイーピンもチーソーの方欲しがった。うわ、こんなテンパある。ゆでさん同じになってますね。同じになってます。大丈夫です。形は大丈夫です。形一緒です。一緒です。大丈夫です。さあ三浦もいいシャンテンでは。欲しがるんだな結構。さっきもチーソー願ってたんだなきっと。イーピンじゃなくて。高めの方。そう。あるっしょぐらいで。あるっしょみたいな。はるかさんは私かけてたんですね。どうすんのこれ。はるかさん。どうします。行くの。何もないもんね。確かに何もないもんね。発信してしまって何もないっていう。はい。行き切って。地獄のドラドラ。でしかも瀬戸熊さんこういう切りをしてるっていう。ええ。は当たりだ。これ打っちゃうね。多分。だって。行かない。何なのこの。何なのこのさ。数万はいくけど不思議がいっぱいです。3万はいかないって。なんか数万いったなら3万もひょっていっちゃいそうですけどね。うん。でもなんか徐々に行くような景色になってくるよこれ。初って。はい。でもないでしょまた。うん、またないよこれ。役もないし。3万いくか2万いくかになっちゃうよこれ結局。バンズが安い割に見えます。3万いくか2万いくかになっちゃうよこれ。ほらね、リャンマンからとりあえずこれで3万打たないっていうのはもうマージャンにおいてちょっと見えてるとしか思えないですね。見えてるっていうかなんかもうないよねそういうポルターガイストですよね。はい、こちらいいシャンテンになりましたが E1 ぐらいいくんじゃないですか、ね。何のポンテンが取れる形にはなりました。あ、なん先じゃないですか。3万は先でしょこれ。だって2万いったぐらいだもん。3万でしょ。だからなんでこれで3万だけ嫌がる根拠があるんだっていうことなんですよ。意味がわからないからだから。展開変える。関ローマン天敗取りません。取りません。現実の本質に寄せました。なんなのこれ。はい3万。ねこうなんだこうなるんですよ。こうなってなきゃいけない。なんか順番が違うんだよね。時間かかりましたね。リーチタイヤを3900の3本馬です。4800。何なんだろうね。何を感じてたんですかね。なんで打った方が嫌ですよね。わかんないです。もうサルカさんの世界観だけはちょっとわかんないですわ。あれで3万だけいかないでやめきれたら本当にポルターガイストですよ。恐怖映像ですよ本当に一生受け継がれるかもしれませんこの映像がたまにこうレジェンドの人見ますよね。なんかすごいのドラ引きは名田さんのサブローピンとかもそうですけど。あ、そうですね、うん、いやまだ名田さんのそっちは、はい、分かります、うん。今のなんで数万打ったのに3万いかないで、で次2万いくのに3万時間かかるんだっていうのはちょっと恐ろしいですよね。ああいう時のこう選手の思考とかが声がこう入ってきたら嬉しいですよね。うん、さあこれでドラを使い切れますが3色はなくなっちゃいましたね。アンパスの部分を嫌っていきました。はい、初のポン。果敢に動きますね。懲りないですよね。今日は果敢に動くね。はい、これも本一に行きそうだな、なんか。すんなりウーピンとか引いちゃったらどうするんだろう。タイヤを経過瀬戸熊。先にウーピンは泣けません。ウーピン引いちゃったらチーピン引きでもローマンチーマンとかなんですかかな。質問なんですけど、じゃあ今ウッパーマンが瀬戸熊さんから切られたらスルーするかってことでしょう、はい、難しいですよね、はい、もう猿川さんだけは分からないんだよね自分だったらどうですか。僕だったらパンワンチーしますよ。まあローピン入ったら両面落としそう。ローピンチーとか9ピンチーとかはそれは形が良くなって上がりまでこれはマンズ落としますよね。はい、こっちの方が悩みないですよね。そう、これは無理があんまりないっていうかね。サビフラがいいシャンテン、瀬戸川もいいシャンテン中です。トラ引き、おローピン続々と南端機、南端機ですね。大一薬杯天杯は猿川、南端機は手の内には使われていません。三枚山ですか。はい、手牌に3枚、不手牌は目立っていますが変えちゃうかね。うん、変えちゃいました。でも白も山に2枚で客のが捕まってますから、むしろこっちの方がいい可能性も、はい、場面に詰まり始めました。9ピンいけるのか。まだ余ってない。いけるかな。ではどうなんですか。いきませんね。はい、やっぱりドラも浮いてるっていうのは大きいんじゃないですかね。そうですね。ドラがちゃんとくっついてくれてればまだ、うん、勝負の価値はあったのかもしれないですけどね。はい、三浦さんもこれで、これも同じ理屈でね、もうピンズはいきませんよと。はい、さようならと。さあ時間がかかっていますが、やっぱみんな色に対して敏感ですね。余ってないのにみんなしっかり対応しますもんね。はい、しかもちゃんと天杯ですからね、その時に。ね、あ、でもこれは天杯だから行くと。はい、一冊の天杯です。ピンフドライチ、相座が安いわ。これを通し切れば上がりまでありそうな局面ではあります、三浦。まあでも三浦さんの、あら、後ろ重ねられちゃった。重なったがゆえに危ないくはないか。ションパイだもんね、まだね。でもドラもちょっと切りづらくないですか、もうこれ。ピンも切りづらいんだ、マンズになりますね。しっかりしてますね、みんなね。はい、三浦がいますから、安定感、理想のつま上がりです。ピンフツもドラ1、700、1300は1100、1700です。なんか三浦さんってもこう押され、この場でピンフとか押されると、はい、あ、お先輩ですよねっていうのが、うん、結構明白に分かりますよね。だその辺をこうなんていうんだろう、絶対なる信頼感持っても、あ、またサイコロが縦重なりしてます。4でしょ。回振ってください。回んないよ、多分引っかかっちゃった。これこの前もあったんですよ。これ外して、はい、1回外してサイコロを取らないと、はい、回んないんですね。回んないと思いますよ。むしろはまっちゃってんですよね。手で振るかもう。あ、7、もう一回振るんですね。これははめて、はい、振り直して再開です。俺には4に見えたけどね。はい、私も見えました。でもあれが重なってないとコロンって変わって出目は違うかもしれないですよね。そうですよね。ドラケンはこういうのは意識しないですか、井出さん。いや、俺超意識しますよ。いや、4だったらどうだったかなとか。はいはい、思います。すげえ気にしちゃう。はい、面白いですね、井出さんって。こうデジタルな部分もあったり。そうで、多分ね、それはね、興味なんだろうね。なんか意識しちゃいけないことでも、はい、なんか興味として考えたくなっちゃうっていうか。いや、その結果がどうであれ、はい、自分の答えってそんなに変わることってないんですけど、でもなんかやっぱり興味なんだろうね。一回はじゃあ自分の中に落としてみて、そういうことですよね。それがこううまくこう発散できるんでしょうね、井出さんは。そう、それがなんか消化できるから偏らなくて済んでるところもあると思うんですよ。それ全部取り入れようと思うと大変なことになりますので。さあ、ペイドポン客野が発信しています。ピンズのホイツ。客野君は急にアグレッシブになってきましたからね。はい、もう俺だ俺だみたいになってますよ。リャンシャンテン。俺がいいシャンテン。うい、三浦でそやばん。一律さんが見えてるのは瀬戸熊。ドラドラでしたね、猿川。俺だ。いいシャンテン。いいシャンテン。でもこっちもいいシャンテン。はい。お。天杯。だけど。飲み天。これでフィニッシュはしたくない、今のうちに切っとけと。はい、三浦いいシャンテン戻しました。ドラドラサルクワだって黙ってはいられません。今のうちだってことですね。はい、ピン点じゃ勝負にならんと。これキャクノさんってテンポイでもおかしくないんじゃないですか。そんなことないんですか。いやまだね、うん、タイミング的にはチーピンのポンのパーピンなんで、はい、余ってるっていう感覚よりは使えない範囲だから切ってるっていう。チチッパでそう、このパーピンはねまた意味合い違うと思うんですよね。じゃあいいシャンテンぐらいかな。いってるいってる。だからシャンテンでこれはだから5万曲やった彼の大局観が、はい、まだテンパイしてないと、そう答えを出してるんでしょうね。スピードがいいですよね。選択におけるこれいくんじゃないかな。なんか客の君なんつって客の君筋だよっつって客の君の気をなリーチに行くってことですか。うん、行くんじゃないかな。行けないです。おすごい本当だ。マジか。これはなるほど。どっちが意地張り通しますかの勝負を求めてるよね。客の君おやりだよと、あなたピンズ持ってるよねっていかがなのと、そう筋だよっていう、実は客の君持ってないっていう客の君も欲しいっていうね。3ピンが3山、実は客の君もめちゃくちゃこれ E ピンいくの言ってます。 E ピンは三浦には現物ですけど、なんか降りたように感じるんでしょう。まだテンパイじゃないでしょうという瀬戸熊さんも感じてるんですか。これ E ピンいくんすね。 E ピン E ピンです。サルカーもいいシャンテン、サルカーさんもリャンピンいくんだこれ。はい、まあ、サルカーはドラドラですからね。順なんサルカーさんからドラが4枚見えてるから、はい、客の君以外はそんなに高いと思ってないのかな。なるほど。でしかも俺勝負手になった6チッパーの9万ないけど6、9万リーチまで考えてます。ピンフイペイコ、ピンフ三色イペイコドラドラ闇手の羽まんだ。9万ないですからね。今日一の勝負手になりましたね。はい、でもローワンも2枚こっち持たれてる。ってことは高めのローマン、3色のローマン、残り山に2枚。2枚いるんだ。でも3ピンも2枚いるんだよ。あ、3枚いるんだよね。3枚います。ああ、行きたい行きたい、強く行きたい。パーピンは現物。はい。ウピンじゃダメですか。ウピンってもいいんじゃないですかね。うん、しょうがないですよね。うわ、偉い。偉いのかどうなのかわかんないけど、はい、慎重。これでローマンで上がっても3色ではなくなりました。8000になっちゃったね。はい、ピンフイペイコードラドラです。換算ピンの三浦残り枚数。でもそっか、まだ客野君パーピンでねいってるぐらいだから。はい。カンウーピン統一あってもおかしくないですもんね。実際そうですからね。ね、いやそうだね。これはちゃんとやっぱパーピン切った方がいいっすね。はい。自分の手に溺れないこと。うん。自分の町もね、絶対ローワン上がれますっていう感覚でもないもんね。ないです。本当にもあるんですけどね。ああもうやだ。9万は切れるんですか。いや切れないでしょ。三浦君には切れないんですよ。ワンチャンスか。取りたくないけどな。いやこれやどうすればいいんですか。いやこれこの半ちゃんの感じてるものは、うん、もう嫌なんだよね。これやめるよ。この半ちゃんの感じてるものは、はい、もう上がりはないっていう感覚なんだよね。テンパイサブローピン。わこれすごいわ。ウーピン来てたら上がられてるよ。ウーピン来てたら、いやチュンツモ。あチュンツモか。本当だ。私は積もられてます。積もられてるね。でもどっちが良かったかわかんないよこれ。ローピン積も。積もだ。どっちでも上がれる。これでも積も。逆のが4回戦はフィーバーです。約法一です。2000、4000。これサルカさん見るとチュン当たりのように見えるよね。はい。チュン当たりだったように見えるよね。ウーピンとチュンのシャンポンだったのかみたいに見えなくもないよね。最終ウーピンでしょ。そうですね。猿川さんのバランスとかもすごく面白いですよね。いやすごい今の局面は気持ち超わかる。はい、はい、今のは芸術点は今の芸術点高いですよ。高い。いや感覚的に超わかる。じゃあ言ってましたけど、井出さんもやはりあそこはウピンじゃなくてパピン切って。いや、わかんないですよ、俺ちょっと欲しがっちゃうかも。いや、俺はね、俺甘えちゃうかもしれない。本当ですか？うん、甘えちゃうかもしれないです。はい。まあ、ローマンがいい場面には見えなかったですけどね、そんなにどこまでいくかという部分で。上がった時のね、はい、出上がりの12000円を大きすぎて、ね、いいでしょって思っちゃいますけど。だってあれ9番ないから確定3色と一緒ですから。はい。で、わかんないんですよね、それどっちがいいのか。例えばああいう場面ってこれから何万回とくるわけじゃないですか。あるでしょうね。はい。で、ああいう難しい局面。はい、もう嫌です、あの局面。さあ、巻きを入れた猿川いいシャンテン、両面。単純にそれが期待値っていう話なんじゃないかなと思うんですよね。今の当たる可能性がどれぐらいのものに対して自分の値段を何パーセント、何点下げたっていう。じゃあそれを数値に表して。その積み重ねが何万回やった時にどれだけ開くのか。だから8000を選んだ方と12000を選んだ方で何回に1回かウーピンが当たるわけじゃないですか。はい、っていうのを考えたときに差し引いてトータルでどっちの方が上昇率が高いのかっていうね、はい、だから今のって分かんないですよね。チートテンパイ中短期1600のテンパイは100のです。ラス前だ。猿川さんの場合そういうこうくだらないことじゃなくて、なんかもうピント、はい、ピントですよね。今のこの場面だけはこっちの方が得みたいな、はい、でも打つとあの後やっぱり厳しい牌持ってくると折りっていう選択はすごくわかりますよね。わかる。あれ確かにウーピンまで行っちゃったら、はい、なんか行き切っちゃいそうですけど。あ、これチューン。チューンが出ました。外熊から100のへ1600の上がりです。急に100のタイムになったね。ちょっと5回戦やりたいですね。ね、これは。100のさん5回戦やりたいでしょ。やりたい。今温まってきたんで肩が。でももうラスです。多分席どかないと思うよ多分。終わってもまたE ピンとリャンピンとトンとナン取り始めると思うよ。この後インタビューあるんですけど、ずっと座られてる感じでそこにやりましょうよとか言い始めるかもしれない。もうやりますか。前倒しお願いできますか。おお、猿川さんもレンチありそう。一メンツ100の3がいいですね。いいね、またね。どうしますこのオーラスのスコアとしては4社。いや、客野さんは、はい、もう欲しがらないと思うんですよね。はい、現状一人行き。もう1000点でも何でも終わらせること。はい、じゃあ無理やりピンズに一色点染めたりっていう感じでも機構としてはなさそうですかね。わあ、サルバさんもうテンパイだ。でも取らないんじゃないかな。どう取らない？パーワン。さすがに王道のパーワン。はい。パーマン切りで取らずです。こういうのって押さえつけにならない可能性あるんですよね。やっぱり捨て牌の情報がなさすぎちゃってみんな逃げ道がなくなっちゃうんですよ。ああ、まっすぐ行っちゃえみたいな。そう。さあ、いつも見えるいいシャンテンに変わりました。ある程度こういうふうに、相手の逃げ道を与えた上での、なんか愚形リーチって結構効力あるなと思うんですけど。はい、1918しか切らないあの押さえつけのリーチって、はい、もう相手追い込みすぎちゃって向かってこられちゃうんですよね。これリーチある。ここでリーチ並びシャンポンがローピンチンピンリーチタンヤオドラです。これはリーチなんですか。これはリーチあると思う。打点的にも、はい、こう捨て牌的にも、はい、でこれはまた数ピンとか持ってきたりすると、上がりまで見込めるような出上がりまで見込めるような感じになるんで、ああ筋になってですね、後筋になるんで、はい、現状山にはありませんが出上がりがね期待できる可能性があります。まあこの後ね想像持ってきた時に、まあ5%マックスになってしまうぐらいだったら、はい、この形でも、3級オールあるよと。これ取っ闇点もあるんですか。取って闇点はないと思う。もうじゃあ取らずはあると思うけど、取ったらこれ闇点はちょっと弱いかな。ローピンチーピンの並びで、もう変化がないもんね取ったら。そうですね、なかなかそう上がりが劇的に良くなる変化が、はい、待ってる間にって感じですよね。少ないんでね。取らずだとここでウッパーそうか、面ピンドラドラいいね。それもいいね。いいですよね。そっちの方が良かったかな。頑固に行くかどうかという。でも並びシャンポン好きなんだよな。わかります。上がれるって言ってました、並びシャンポンは。でしょ。で瀬戸熊さんのまたこのウーピン一枚がね、はい、少しこうカンチワン曲がってた。ありゃー。でもカンチワン安いからやってないんですよね。リーチドラでしたっけその時は。2000ホールとかは。はい。ちょっと面白くないんでね。あんだけハイバー良かったんで。持つもの未来はないんですけども。77の出上がりがあるんでしょうか。ローピンは持たれちゃってる。はい、逆のサイト。GP もゼロ。そうなんですよ。全ゼロ。全ゼロです。もうリーチをかけた瞬間に。出る人いないじゃん。あ、ここイーシャンテになられちゃいますが。で三浦君は上がればね。3万点浮きに行けるんだったら、はい、多少無茶1回はするんじゃないかな。今リーボーが出ているので、2300点以上上がると浮きです。意外に具形率少ないんでね、この切り順のリーチはね。カンチャンターツ払ってますもんね。払ってからの端っこの磯。このケースはね、具形率やっぱり少ないですよね。はい。警戒度は上がりますけど。さあ三浦天杯です。数ピン切ればピンフドライチ。行くならリーチですね、これは。リーチを打てば。3級 OK で。出上がりでも浮上です。3万点浮上のチャンス。負けのない勝負になっちゃった。スッチソ対ローピンチーピン。スッチソがもう枚数がなければ連チャンとなりますが。あ、チソ薄いです。チソゼロ。1、2、3、4、5。イエス。スソ2枚だけですか？ですね。そうですね。はい。2対0。ちょっとまだ危ないですね。2対0ですか。はい。メピドラ。だこれ今3ピン通ったでしょ。あ、ローピン。そうだ、9ピンが通って9ピン処理して何もなくなった時の客野君はどうですか。でも何もないがあんまりないかな。どうだろう。客野君なんかいっぱいありそうだもんね。ありそうですよね。白切ってチュンはどうか。チュンもいけそうですよね。短期はなさそうですもんね、猿川さん。うん。なら宝珠にはならなそうですね。なんでしょう。いけるような手配になったんでしょうか。いいシャンテンではあったんですか、瀬戸熊さん。折を選びました。スッチソ積もれば出上がりでも OK です。そうね、出上がりでも OK。はい、いやー、なんか猿川さんはいい感じ全くないだろうね、これ。怖いですね、ちょっといろいろあったからね、また今回のね、ウッパーソーで今出上がりあったのも目に見えてるだろうし、はい、CP 筋になりましたけど、瀬戸熊さんはずらしてやろうかと、うん、それずらしたら三浦君に1回いつも増えちゃうっていうね。あ、一番嫌ですよね、うん、ダメなやつ、ね。はい、セーフ。自分でもそう思ってた。よかったです。でもまあね、はい、とりあえずほっとしたのね。まあ、連チャンならまだ加点のチャンスがあります。2人連敗入局です。ちょっといろいろね、上がりがあったと思うと嫌ですけどね。いや、贅沢な手配だっただけにね、はい、早くてね、選択肢もいろいろあって。井出さんどうなってんですか。僕多分一緒だと思うな。僕もローピンチーピン即利いってるっぽいですね、はい、タイヤもついたし。なかなか2度目の天敗取らずにね。あれ、単葉ついてなかったら外すんですよね。単葉ついてて打点がもう十分。リーチ単葉ドラ。で、並びバッタ最強説。中頃の。そう。スランプになった時とかのあの並びシャンポンも。上がれるぜと思うんですか。もうはいゴールって感じだもんね。誰が言ってたんですっけ、並びシャンポン上がれます。アラさんでしたっけ、誰でしたっけ。AP4 枚使い。客のはピンズが多い手配です。三浦は一メンツ。また猿川にチャンスありという感じでしょうかね。またいいですよね。いいですね。ドラ1枚あって、はい、磯がドラ。そうなんだよね、ドラが1枚あると、はい、ある程度手配ってあんま考えないっていうか、ストレートにいけるんだよね。ドラがない時の本当手組みっていうのが難しいですよね。で、やっぱスリムにしたいなって気持ちが生まれてきちゃいますけどね。そこから上がり逃しでね、ひどい目に遭うこともね多々ありますね。三浦君は早々とドラリリース、これに白子さん合わせない、合わせない。さあ難しいウーピンか振り点ですよ。6級ピン、はい、またもや振り点。こうやって振り点は生まれていくんですね。ね。でもね、誰かが言ってた、振り点ってうまい証拠なんだって。はい、それは初めて聞きました。なんでですか、その理論は。わかりません。気にならなかったんですか、なんでだろうって。振り点って後に出てくる情報に。やっぱり精度よく。上がって初めてうまい人なんじゃない。ああ。確かに振り点を恐れるなみたいなすごく言われましたね。最後別に待ちにならなければあれだし、待ちでもいいしね、ツモでもね、いないところとかよりは全然いいかなと思います。むしろ泣けるとかもありますね。そう。なんかその先人の方たちの、そういう格言に近いそういう言葉って、言葉足らずなんですよね結局。言葉足らずだからなんかオカルトチックに聞こえたりして響いてこないんですけど、で結構言葉足らずなだけで理論的に感じてるところって絶対あると思うんですよね。格言で言うとなんだろう、早い町は一寸とか、そういうのも、なぜそういう言葉が生まれたかって思うと、気になるところね、偶然の重なりとは思えないんですよね。なんかあんのかな。リピアンカか。これ暗感しそうですね。まあドラは切りやすい局面ではあるんでしょうか、まだ。はい。全然切るタイミングにはなりますよね。三アンコも見える瀬戸熊。持ってきたのは。あ、来ましたよ。やめて。マジかよ。三アンコぐらい。リーチしたい。打点的にどうなんですか。三アンコだけ、39454,500。スアンコウがありますからね、この先に。多分当たんないんじゃないの、これ。あ、当たりました。当たるんだ。はい、三アンコウで上がりました。70分の三アンコウです。4号は48。はい、4号は4800の出上がりとなりました瀬戸熊。これで4回戦が終了となります。4回戦、トップに立ったのは逆の。そして2着です三浦。3着には猿川。4着瀬戸熊の並びで終了となりました。さあこの後4選手にお話を聞いてまいります。この A2 リーグは全11節で行います。上位2名が昇級、下位4名が降級です。戦いを終えた選手にお話聞いてまいりたいと思います。まずは客の直樹プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ6年目の A2 リーグとなりました。今季は昇級争いに加わりたいというお話でしたが、まずこの第一節戦ってみていかがでした。いやそうですね、最初の3判断が本当にきつくてもう帰ろうかと思ったんですけど、最後諦めずになんとかちょっと戻せてよかったですね。いやその頑張りがね、最後大きなトップを迎えましたが、帰ろうどころか延長戦求めるんじゃないかと思ってこっちで1匹2匹並べるんじゃないって言ってましたけど、客野さんに聞きたいのは、まず入りの当1局ですよね、親番でしたけども、強気に猿川さんの仕掛けに満突きって言って行った局面あったじゃないですか。あれはドラ切りも実際ずに、まあ、強くいこうみたいな感じだったんですか。まあ、ドラはなんとか使いたいなって感じだったんですけど、まあ、チーマン入ったらしょうがないから、まあ、その来てる位置ですかね。なんかこっちから見てると客野さんのこう打敗選択としては意外なのかなって感じたんですけど、まあでも、そうですね、まあ、かなり大きく構えて、まあ入りっていうのもあったんですかね、スタートっていうのもあって、まあ正直あんまりマンズの本質かどうかも分からなかったんで、やっぱりねぼかしてた分だけね、そうですよね、多分それもやっぱり可能性もあるなと思って、まあ一応確かに第2弾とかに満足切ってましたもんね。そう、それかさんね、ソースの本質見せようと工夫は入れたんですよね、あの曲ね。あとはトーン4曲ですかね、まあこれも1回戦なんですけど、ドラの急走を切れば天敗で何の後付けの仕掛け出しだったんですけど、これは急走を切らずで、まあそうです、もともと無理のある仕掛けというか、あんまり上がりに向かってる仕掛けじゃなかったんで、まあ、ドラに来た時だけちょっと回ろうかなみたいな感じで、テンパイ取れたらよかったいいかなって感じですね。まあそこで確かにドラ切ると周りの攻め込みも強そうですし、そうですね。もともとなんかあんまり何からは仕掛けたくないなって感じだったんですよね。はい。3連敗なくなっちゃうんで。いや本当に苦しい局面続きましたが、最後にフィーバーしました。安倍さんからもお言葉いただけますか。そうですね。まあ今日この苦しい中でね、それでも受け入れたオーラスで受け入れた上がりとかありましたね。2点ですね。はい。ああいうの見ててちょっと4回戦期待持てるかなと思ったら、案の定ね、やっぱり4回戦その我慢が実を結んで、まあ継承までいかないですけどね、はい、小さな負けで済んだっていうのは気分は違うんじゃないですか。そうですね。良かったですね。はい。はい、なんとか。ポイントをご覧ください。第1節です。逆のプロは第1節は。−25.6 のスタートとなりました。改めて第2節はちょっと間が空きます。2節はデータ区で高橋、白鳥、石渡と当たります。意気込みと、そして1年を通してファンの方へメッセージをお願いいたします。そうですね、まあ、今年はなんとか上を目指したいと思ってたんですけど、まあ、1節目からちょっとマイナスしちゃったんで、まあ、とりあえずまたゼロを目指しつつ感じですかね。はい。はい、ありがとうございます。本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ぜひね、うちの娘を。あ、それ言わなかったじゃないですか。お願いしようかなと。いや、その気になっちゃうんで、まだね。まだ見定めてから。はい。はい。もうちょっと様子見て。はい。続きまして、三浦智弘選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。初の A2 リーグ戦ってみて、率直な感想をお願いいたします。そうですね。まあ比較的いつも通り出たんじゃないかなとは思います。最初緊張とかありました？緊張は特になかったですね。一応スタジオも最近よく打たせてもらってるんで、そういうのでは大丈夫でした。いつも通り打てたと。ただなんか最終戦はちょっと前に上がってた感ありましたね。そうなんですか。12000上がった後ちょっと雑になったかもしれないです。まあ瀬戸熊さんから上がった12000でしたね。いやでもどこでしたっけ？イーピン切らず。すごいね。4回戦のない曲 E ピン持ってきて百野さんが仕掛けてて、はい、でもそうですね。あれ何仕掛けたんでしょう。薬杯トンですね。トンのポントンだけでしたっけ。で第一打がスーピン切りからの始まっていて、でもそうあれ百野さんだけに降りたんじゃなくて瀬戸熊さんも打点ありそうだったんで。で一品は2人にトイトイとかで可能性あるような牌だったんで、もう自分のそうですね、自分の価値が手牌に合わないなとは思いました。すごいよね。あれすごかったですよね。簡単にピンポンされたら簡単に5%上がられてたわけで、いやでもどうなんですかね。いやもう一手進んでたら切ってそうですね。面単ピンドラ1が明確に見えてたら。あといいですか。はい、ぜひお願いします。ウーソーとパーソー強くいった曲、ウーソーと急走ウーソーか。はい。ありましたね。強くいった曲。瀬戸熊さんのリーチ。そうですね。はい。あれがびっくりしましたね。チーピンパーピンいくかなと思ったんですよ。そうですね。瀬戸熊さんサブローピンなんですか。そんなことない。瀬戸熊さんなんでした。なんでした。初とパーソー。初とパーソー。初とパーソー全然関係ない。パーソー当たるんですね。そうパーソーだ。ウーソーとパーソーのとこで最後選択もあったんですけど。めちゃくちゃ危ないですね。いやすごいと思って、なんていうか自分の手で一番押し返しが可能性高いのは客野さんもいたんで、チーピンとかも客野さんにも危なかったんで、むしろ客野さんドラに見えたんですよね。そっちには打たないように瀬戸熊さんにはどうしようかってグダグダやってたらあんな感じになりました。いやすごい本当にね。いや確かにスッチーソーだとちょっと価値ないなと思うところを無筋の急走からいくっていうね。俺チーピンパーピンでお茶を濁すと思ってたんですけど、そうですね。チーピンパーピン切るかさすがにローピンからはいかないですけど、そうですよね。いやすごいと思って。あとは3回戦のオーラスですか、井出さんお意外だなって言ってたのが3色にこだわったんですかね。ドラの9ピン切らずの構えでウーピンが宝珠に回ってしまったんですけども、まあでも結構いつも通りな感じですね。そうなんですね。そこまで打点差あったらその両面戦点よりはカンチャン52は先に決めちゃいそうですね。でもさすがにパーピンはチーとパーピンはチーしますね。先に出たらチーソーは泣かないです。チーソー泣かない。さあ井出さん、はい、初の A2 リーグの戦いぶり、改めていかがでしたか？そうですね、まあ、今回は不採用ということで、係長、ずっと係長って呼んでましたよ、三浦さんのこと。あ、まあ、そういう今日これ、面接に来られてるんじゃなくて、違いますよ。不採用でした。今年、あ、そうですね、井出さんも初じゃないですか。あ、そうですよ。ね、あ、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では、ポイントをご覧ください。本日第1節を終えた三浦プロの成績です。はい、まずはプラス 1.2 のプラススタートからとなりました。2節は B 卓です。明石、柴田、古橋という3名と戦います。次節に向けての意気込み、そして1年を通してのファンの方へメッセージをお願いいたします。はい、今日はなんとかプラスすることができました。まあ 1.2 なんであんま関係ないんですけど、まあ、長いリーグ戦なんで、いつも通り自分の力が出せるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします。はい、今後ともよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、落ち着きがやばいね。やばい。いろいろぶっこんでもずっと平常心ですね。もう揺れないもんね。揺れないです。すごいな。キャハーとか言うんですかね。ね、友達と遊んでるシーンを見てみたいですよね。お疲れ様でした。猿川雅俊プロにお越しいただきました。お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、A2 リーグ復活での第1節はいかがでしたか。そうですね。まあこんなもんじゃないですかね。疲れてますね。かなり。結構あれ使ったんじゃないですか。何でしたっけ。エネルギー論、ね。エネルギー論。いやー。どうなんかもうちょいうまく出そうでしたけどね。聞きたいやつがあって、1回戦のオーラス、結構昔の話なんですけど、ちょっと昔すぎてわかんないです、ね、やばいですか。やばい。チーマンとキューピンのシャンポン待ちのテンパイから行ってからトイトイみたいな1個。ああ、パワーアンチーですね。そうです。さすがにパワーアンチーの方が良さそうですね。並びは変えてましたよね、ちょっと。まあね。あれはちょっと変でしたね。ダメ、やりすぎでしたね。あれ、はい。なんかどっちでも上がれる気がしちゃって。だからやっぱりキューピンの方の上がりの方がいるのかっていう。順目で3風呂目で6、9万で全部行くのもちょっと嫌かなと思って。ただまあね、トップになるんで。はい。あれはやっぱ地位の一手でしたね。まあその一つもありましたけども、2回戦目の南三局です。もう井出さんがもう芸術点満点とか言ってましたけど、ね、芸術点ありましたね今日ね。両ピン3ピンはもうかなり芸術点高い上がりでしたね。ワンズ崩してヘッドレスにしてから1600でしたっけ、缶入れての瀬戸熊さんから上がったイーピン両ピン3ピン待ちにフィニッシュになったやつです。 はいはい、あれマンズの時にやっぱジャントなかったし、選択変わってる可能性もありましたよね。まあローアン切ってね、ピンズのリャンカンとリャン面に受ける人もいる中で、うん、またヘッドレスを G1 つもぎってパーワン入れて、はい、で片っぽリャン面埋めてリャンピン3ピンフィニッシュ。あれね、分かんなかったですね。なんかあれは芸術点俺高いと思いますよ。どう芸術点まあちょっと正解分かんなかったんですけどね、はい、まあちょっと G1 つもぎりはちょっとどこが最終形がいいかなっていうのが、まあ両ピンに2枚切れなんで、はい、まあ形はもうさすがにリーチ打った方が良さそうだなと思うんですけど、はい、なんかどうやっても安い手だったんでね、悪もつかなそうだし、先に両ピンだけですもんね、多分。ピン風がつくのは。あ、そうですね。あ、いや、もうあんこはもう1個あったから。あれ、あんこはあんこか。だから多分ね、役なしは確定してる中で、ああすごいな。でその後すぐパワー入れたんでね、どんどん薄くなっちゃってね、失敗したなと思った。あれ合わせてないとね、上がりまた変わって。そうですね。瀬戸熊さんは結構大物手でしたね、あの時。そうですよ。瀬戸熊さん大物手でね。さあ井出さんからも一言いただけますか。そうですね、僕気になってるのは、まあオーラスのローピンチーピンなんかはね、難しい、なんかいろいろなんかね、難しいですよね。一番普通に言ってばね、ウッパソで上がってましたね。でも僕も一緒なんですよ。あれローピンチーピンのリーチになりそうなんですよ。一番最初にカンチーワン取ろうかなと思ったんですよ。カンチーワンの闇点に取ろうかパワーワン打つかはすごいどっちにしようかなと思ってて。即利はなかったですか。即利はなかったですね。スチスト振り替えとウーアンツモだけリーチかなと思ったんですけど、それの方がなんか打っパスよりすっきりしてましたね、うん、チーソー引いてリーチ打ってチーマン詰まっての残球オール、そうですね、確かにそうだ。なんかビンズが、まあ、あの順目で親番だとまあ、ウッパピンはなかったっていうかね、あれだったんですけど、はい、ウッパピン引いてのイースチーソーもかなりなんか微妙ですよね。なんか微妙だから、3層引きとロー層引きパー層引きだけですからね、ソーズがなんか分かんなかった。まあそうですね。あとあれもう一個だけいいですか。はい、チーソー泣いてカウンソーにとってまっすぐなんでやめた曲がありました。あれはやっぱり3層には多少感触はあったんですか。3層にしようかなと思ったんですけど、はい、まあ6球層はないんですけど、はい、一応シャンポンのロー層が打ちづらいなと思って、まあ9層も切れたんですよね、一応ね。切れましたね、その後ですね、はい。あ、いや、泣き方が6、8で泣いて9切れたんで、換算層取れたんで。でも9はションパイなんで、9も1枚切れだったんですよ。1切れだっけ。1切れでしたね。だからそれで多分安全にいったんだろうなっていう。だけど3層感触あるから、3層の方がまあ、ありましたね。あれあんなにテンパイ数が遅いと思わなかったんで、はい、そうですね。ウッパスをね、パー層すぐなくなって、あれ換算層だったら何も押し切ってます。でも何は打てないですね、やっぱ。じゃあ一緒ですね。まあ関数を感触ないところで安全に取ったから何やめたのかなっていうところだったんで、まあそうですね。さあ本日の猿川さんの成績です。第1節プラス 10.1 ポイントで7位という成績でまずは第1節を終えました。第2節はシータク、ワクツ、ダンプ、山田と戦います。2節に向けての意気込み、そして1年を通してファンの方へ改めてメッセージをお願いします。そうですね、まあ今日ね、良かったとこも悪かったとこもあったんですけど、まあ、割と落ち着いて打てたかなと思ってるんで、まあ、次節以降もポイント積み重ねられたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。本日もお疲れ様でした。顔だけはなんか負けた顔してんだけど、ポイントプラスなんですね、今日ね。汚いな。すごい疲れてましたね。まあエネルギー使う方ですから。はい、続きましてはこの選手です。瀬戸熊直樹プロです。久しぶりの A2 リーグとなりました。まずは初節を終えていかがでしたか。そうですね。楽しかったですね。楽しかったですか。はい。そうなんだよね。すごいなんかまあ下落ちるのも怖いんですけど、しっかり A1 を目指して。前に向かなきゃいけないって戦いがやっぱ楽しかったですね。この A2 挑戦だとも瀬戸熊さんおっしゃってましたが、はい、今日見ていてなんかこう選択が難しい局面でこっちなのっていうのを全てなんか正解を選んでるような気がして、はい、あ、そうですか。ただね、やっちゃった曲も結構あったんで、リュハドラのとことか、ありましたね。はい、あそこからですよね、ちょっとリズムがずれて。そうですね。まああそこスッチーピン薄いけど振り点外しとくと猿川さんから12,000上がれたんで、はい、あとは猿川さんにリャンピン3ピン打っちゃったとこも、はい、もうつもばんなかったんで3層の方が取るなと思ったんで、あそこ一回こらえてればなとは思いましたけど。あれどうだったんですか。3色の闇点からの2人仕掛けが入ってつもぎりリーチしたじゃないですか。はい、はい、僕が本物の手なんで、多分猿川さんと客野さんリーチ行くと、はい、降りる可能性が高かったんで、はい、その間に山にいれば積もれればなって感じでリーチ打ちましたけど、あとは、はい、気になったけどまず1回戦のトン4局のローマン短期にして両面に受けず、はい、ピンフのテンパに取らず、はい、まあ1回上がり逃してるかなみたいな状況でローマン短期にして上がりがあったじゃないですか、はいはい、自分の中の思考としてはやっぱり上がり逃しだったりそういう部分が多かった局面だったんでしょうか。ウッパワンでウーワンかな、ウーワンが4枚切れですって。そうです、はい、4枚切れです。それでまあ役はあるんですけど、あと順目が深かったんで、まあ一応短期で変えれるパターンにしとくのと、今日ローワンね、とにかくよく積もるなと思ってたんで、はい、ペイとローワンのシャンパンもローワン積もったし、はい、そうですね、はい、だからローワンはちょっと起点にして手組んでましたけど、はい、またこういうこと言うと怒られるんですけど。いやもう単純にね、まず天敗逃しが1回3番が暗こったところでね、はい、嘘を怖がっておくと、はい、まあ出ない牌だったパー1。そうですね、捉えられてたのも加味して一応あれローワン当たりなんですよ。あ、ローワン当たりなんですか。だからもうなんかね、なんでこんだけチートイですか。猿川さんの仕掛けにローマンが当たりなんですね。シャンポンで当たりなんです。シャンポンで当たりですね。なんかあんだけウーワンとかね、パーワンとか見えてるのに、はい、ローワン見えてないのおかしいなと思って、ちょっとチーワンすら行くの嫌だったんですけど、なんかそれ以上に嫌な牌引いた時はまあまだローワンの方が若干通る可能性あるなとは思ったんですけど、あの順目ではちょっとローワンの方が危ないなと思って。出ちゃう出ちゃうとか言ってたので。言ってましたね。まあ何引いたら出るか分かんなかったですけど。危険な牌はこれローワンになりそうですよね。はい、そうですね。あれローワンは結構多分、ただこのルールの A リーグって結構みんなそういう牌狙ってくるんで、安全そうなので当たった時は高いと思うんで。はい。そういうのは気をつけてやってました。あと2回戦のオーラスですか、はい、闇天で自家製のペイが統一だったんですけど、役なしのバーマンでしたっけ、はい、で高めがドラみたいな状況 で、はい、もう自然にリーチなのかなと思ったら闇天からの、はい、っていう変化がありましたけど、あ、そうかそうか、まああれはね、ちょっと1回戦目トップ取って2回戦目ドラの流派の上がり逃しとかリャンピー宝珠とかあったんで。まあここはちょっと、まあ、トップ目とはいえそんなに悠長なこと言ってらんないなと思って、はい、浮きだけは確保して終わろうと思ってました。そこはさあ井出さん、はい、4戦じっくり瀬戸熊さんの戦い見ましたが、いや改めていかがでした。あれですね、まあ、冒頭にあったように、まあ、楽しんでやるっていう言葉がもうそのまんまじゃないですか今日の麻雀って。なんかちょっと今日は僕が言うのおこがましいんですけど完璧っていうか、なんかいや、そんなことはない。一番落ち着いてやってたんですよ。僕ね、今回井出さんと白鳥さんちょっとマークしてるんで。はい。はい。伝えておきました。はい、ノーマークでお願いします。もうすぐ次当たっちゃうんですよね。あ、そうですね。ちょっと成績もご覧ください。RTD 以来の再戦なんで。そうなんですね。結構久しぶりですね。気が引き締まりました。そうですね。はい、楽しみです。はい、瀬戸熊さんは本日プラス 14.3 となりました。はい、改めて第2節は A 卓で紺の内川、そして井出さんと瀬戸熊さんとなります。はい、2節に向けての意気込み、そして応援してくださるファンの方へ1年通してメッセージお願いします。はい、そうですね。まあ A2 久しぶりの A2 なんですけど、僕自身は本当に楽しんで、一回落ちてまたここで上がれた場合は A1 に上がれた場合は、もっと強くなれると思うんで。まあちょっと道中ね、強い人ばかりで苦戦もするでしょうけど、まあそれを楽しみながらやっていくと思うんで、ご声援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。本日もお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。井出さんも本日も一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、もうなんかそういう気持ちが伝わってくる麻雀でしたよね今日ね。何かを受け入れて、またもう一度見つめ直すっていうか手配と常に向き合ってる感じっていうのは今日すごい感じた一日でしたよね。もうすぐに来節当たれますけど、改めて井出さんからもいや、もうやっぱり去年までの瀬戸熊さんじゃないなっていうのは今日はちょっと気を引き締めなきゃいけないなと思いましたね。あと1週間空きますからね、もう全力で僕も仕上げたいと思います。はい、楽しみにしております。はい、メンバーが瀬戸熊、井出、紺野、内川の4名です。解説には同リーグの柴田義和プロにお越しいただきますので、はい、皆様ぜひご覧ください。本日も一日ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。